イバックスマネージメント学園。今回の学園はトリプル A のメンバー、新井慎次郎さんが部長を務め、ダイス、木戸大樹さんと和田隼人さんがリーダーとして活動する ABEX 写真部。ナレーションは写真部 A5 ランク部員ことワースタの広川七瀬が担当させていただきます。はい、どうも写真部リーダー木戸大樹です。同じく写真部リーダーダイス和田隼人です。トップティー専属モデルの奥見美瑠です。はい、インスタ担当兼マドンナの庄司芽衣です。どうも、12月の巨匠です、久保田秀俊です。よっ、12月の巨匠、皆さんこんばんは。写真部の挨拶の鳥を務めさせていただきます、写真部副部長兼ガイドの武志直樹です。よろしくお願いします。よっ、ガイドさん役職が増えていいね。いいね、羨ましい。ガイドとリーダーだったらどっちが上ですかね。まあ、ガイドでいいよ。いいんかい。そこは違うって言ってくださいよ。何でもお前の思い通りに行くと思ったら大間違いだから。そしてですね、今回も我々の講師を務めていただきます、コーヒー機でもおなじみのフォトグラファーデビュー先生です。よろしくお願いします。いや、もう今日は全然違いまして、我々は読売ランドに来ておりますよ。撮りたくなりますよね、やっぱりイルミネーションね。なんで今回はそのイルミネーションを楽しめるその時期ならではの綺麗な景色を堪能しつつですね、撮影に挑戦したいと思っております。はい、今回の写真部は読売ランドで600万球の宝石色の輝きに包まれるジュエルミネーションを舞台に活動。もちろん今回もカメラの電源がオフの時でもスマートフォンに Bluetooth で連携できる EOS M100 を全員一緒に使って撮影してもらいます。さらにレミズ先生には今回も部員の皆さんの活動風景を撮影してもらいます。では皆さん、僕についてきてください。はい、はい、入り口はあっちでございます。今スタッフの顔見た。こっちだよ。ほら、みんな行かないと俺ライト当たんなくなるから。いいそれが狙いだっつーの。いい、あー、うまい、だっつーの。はい、こちらガイドです。はい、皆さんついてくるの遅いですよ。ついてきてください。ネジ3個ぐらいたまに抜けそうな。読売ランド、すいません、死後慎め。撮影中だぞ。死後慎め。死後慎めだそうですよ。あ、ガイド、なんか調子乗ってんな。はい、マイクチェックはその前カメラ回ってないとかでやるの。どうですか、皆さん読売ランド来たことありますか。おととい来ました。おととい来た。マジか。どういうこと。じゃあ、ここから入ります。はい、失礼します。よろしくお願いします。大丈夫か。ほら、見てください。めっちゃ綺麗。このイルミネーション見て。あら、綺麗。綺麗でしょ。ねえ、すごいね。この階段から見える景色もすごくないですか。もう全体がイルミネーションなんですよ、ね、この読売ランドさんは綺麗だね。え、おー、コウさん、ウミさん、コウさん、あらー、本物がいらっしゃって。あれはまあ、あれはダイスの天体とかな、もしや。なんと校長こと DJ コウさんがガチで部員の皆さんに内緒で写真部を訪問。それにしても登場の仕方最高です。はい、ということで改めましてなんですけども、はい、校長、はい、こちらが、そうだ、俺が余計ながら食べないからなんですけど、いつもお世話になっております。むしろ担任の先生といっても過言ではないんですけども、エコヒーキ先生ことフォトグラファーのデミズ先生です。よろしくお願いします。デミズ先生、よろしくお願いします。校長、なんか声めっちゃ枯れてませんか。あのなんか J リーグの DJ やって声いっちゃった。はい、はい、さっきカレー食べたんだけどそんな辛くなかったって。いやいや、知らないじゃん。あの、じゃないじゃん。これはすごいぞ。
新入部入りました。はい、新入部員、新入部員です。はい、よく見れるです。よろしくお願いします。ポップティーンとか見てました。ありがとうございます。すべて俺を媒体にするのやめてもらって。校長の登場でいつもとは一味違う写真部。今回はアルプスの名山マッターホルンをイメージした巨大な光の山ジュエリーマウンテンをバックにした人物撮影に挑戦してもらいます。もちろんモデルは校長にやっていただきますよ。まあ、ちなみに先生、イルミネーションと、はい、人物撮影する時のポイントはありますか？はい、どうしてもですね、はい、こう真っ暗な状態で、そう、背景は明るい、はい、でそうするとどうしても手前と後ろとの輝度差というんですけど、光の量の差があって向こうが飛んでしまうとかってあるんですけれど、それを軽減するためにストロボというのをちょっと使ってですね、手前にですねストロボを、はい、少しだけ、弱く当ててあげて、で、その時にですねスローシャッターで切ってあげると綺麗に映りやすくなります。はい、そのためいつもは AV モードですが、今日今から、人物と絡めますので TV モードを使ってですね、はいはい、スローシャッターを試みながらやっていきたいと思います。はい、はい、イルミネーションはもちろん校長先生もキラキラされていますので、皆さん頑張って撮影してくださいね。どうやって撮る？どうやって撮る？どうしよう。違う、これはブラシの。でもアーシャっぽくいくならもうアーシャっぽくやりすぎちゃいました。がっつり。あ、いいっす。すげえ。ありがとうございます。これもうちょっと押さえた方がいいんですか？シャッタースピードとか。あ、めっちゃそれいいです。ありがとうございます。じゃあ後ろ向いていただいて振り返り顔をお願いします。ありがとうございます。お、はい、すごい。じゃああと1枚。おお、いい感じです。いい感じ。ありがとうございます。おー、3、2、1。あ、暗くなるな。3、2、1。あー、いいと思います。いい、できた。はい、ちょうどじゃあ相当うまくなったら。うわ、あ、いい感じ。顔を動かさないで手だけ動かしていただきたいんですけど。手だけ動かす。はい、片方の手だけです。なんかこう、あ、はい、いきます。はい、うまくいかないな。皆さん今撮れましたでしょうか？はい、スローシンクロというような形でやって、はいはい、やっていただきました。はい、逆にですねシルエットで、表現するという方法がありますね。でせっかくですから、はい、コウさんのこうシルエットをですねかっこよく撮っていただくっていうこととか、はい、ピントは手前、そして明るくなりすぎないようにマイナス補正をしてあげると、はい、そうするとですねシルエットが完全に黒くなり、そして後ろのイルミネーションが綺麗に出るというような形がありますので、はい、ちょっとだけこれをやってみたいと思います。マイナス補正っていうのもそれぞれが自分でマニュアルというか、はい、そうですね、でやっていくんですね。はい、露出補正というような露出補正を、はいはい、続いては人物をシルエットで表現する写真を撮影。果たして今回はどんな写真が撮影できているのか、早速見せていただきましょう。まずはアーシャ的な背景と大小の比較っていうような言い方をするんですけど、手前人物、奥を小さくっていうような形で非常にバランスがいいですよね。ちょっとだけ残念なのが手がこうちょっとこう下げてもらうとか、暗いところに溶け込んじゃうっていうのがあったので、はいはいはい、全部綺麗に見せる方が、そうですね、その方が綺麗でしたけど。なるほど、こういうことだったのか。はい、シルエットになっていただくので、なるべく体と手を離してもらう。なるほどね、はい、全体のバランスでもちょうどここの位置がいいってことですね。はい、いいですね。よっしゃ、さすがクズ。ありがとうございます。アーシャ感がすごい出たと思うんですよね、背景と。
で色がなんか、うん、いい感じ鮮やかな感じ。さすが質もバッチリ、はい、高さの明るさが出てるんじゃないかな。うん、いいですね。なんか動きもあっていいよね、はいはい、ポーズもぴったり入ってますね。そうですね、はい、構図なんてことを申しまして、はい、これはこれで面白い。これちょっとアート性がある感じしますよね。そうなんです。で手がこうちょうど入っているという感じ。そうですね、ギリギリだったんですけど、はい、ちゃんと手の指先まで見えるのがすごい良かったです、星の中から出てくるような感じで、はい、これは下から撮ったの？線のところで下が暗かったんで、そこを切ってギリギリで撮りました。おお、これは面白い。これです。全身入れました。この感覚面白いですね。本当ですか。ね、イルミネーションは背景だという感じだけど、夜を背景にしてる感じですよね、これね。しかもここでラインが入ってるんですけど、奥に対してっていうような形が見えるので、遠近感を見せることができるんですね。なるほど。スキルが高いです。ありがとうございます。はい、ちょっと暗くなりすぎたかなって思うんですけど。そうですね。ここに手があるのかしら。あ、そうです。もしかして。手がある。なるほど。なんか下入っちゃうと、はいはい、ここから下が光がなくて、うんうん、すごいですね。画面をあの細部まで見てるっていうことですよね。映したからこそできる画角ですよね、これね。なかなかあれセンスが。ハート性あるな。たけしどう？あ、じゃあのまずシルエットバージョンから。はい、こんな感じね。おなるほどね、うんうんうん、ちょっと残念、黒の部分が小さくでも入れていただいて、シルエットと後ろの背景とか入れるともっといいかな。なるほどね。すいません。で、あの明るいストロボの方は、はい、うん、こう躍動感を見せたかった、うん、はい、なるほど。これぐらいがいいのかなっていう、ちょっと違うかな。俺いつもたけしのツイッターとかあの、はい、いいね押そうか押さないか迷うとこで、はい、これ押せるかな。逆にもっとブラッシュ合うっていうような形だったら面白いんですけど、はい、下手するとこれ俺が一人で滑っちゃってるみたいになっちゃって俺が滑ってる感じだ。これはすいませんでした。はい、おお、ちょっとブレてんのかな。なんかわざとブラしたんですね。スローシンクロさせてるから非常に、うんうんうん、顔はしっかりとブレてない。止まってますね、うん、素晴らしい背景のブレ具合が。なるほど、うんうん、あの意図はわかります、うんうん、ちょうど頭のところが消えちゃう感じだから、うん、ちょっとでもこう入ってると良かったので、うん、ここはタイミングだと思いますので、タイミングがうまくいけば。そうか、そういうこともあるのか。結構これ、ね、なるほど。結構凝りすぎるよね。結構いろいろおかずを入れちゃうっていうか、うん、なるほど。せっかくだったらもっと広角側にしちゃって、これを小さくしてあげると、なるほど、はい、コウさんがビッグな感じで、そうですね、非常に こだわりがあるのは分かるんですけど、やりすぎ。この顔の感じが、そう、ね、なんか唇も鼻も開けてて、はいはい、あの中に入れ込むっていうような形で自分が動くと、こうし、そしたらもう最高にいい写真が、この位置で自分が動いた、どっち前や横や動いたところを狙えば面白くなるか。いつも言ってるじゃないですか。さあ、それでは今回のデミズいいね写真の発表の方をお願いします。コーツつけがたいんですが、どうしても私あのエコヒーキが大好きなもんですから。出た。どうしてもエコヒーキしてしまうということがありまして。じゃあ竹石はなしですね。いや、あの選びたいんですけど、竹石さんの場合ちょっと特殊すぎちゃうんですね。その中で素敵だなと思ったのが、はい、うん、はい、あのシルエットでは工藤さんの、はい、写真が、うん、ありがとうございます、あのラインの見せ方とかもですね、綺麗でした、ね、はい、素晴らしいなと思いまして、うん、はい、もう一人アーシャー的な、はい、あのストロボを使った写真ですね、はいはい、ポートレートを撮るときですね、はい、いろんな形があるんですけれど、はい、基本となるのがど真ん中に入れるという、要は日の丸構図的なことが前提だったりするんですけ ど、はい、その方がストロボを使ってるときは一番こう色が出やすいというか、綺麗に映りやすいっていうのが、中心地とかいるんで、はい、そこに中心にちゃんと光も当たって、はい、はい、そうですね、そこは、早田くんの写真が、はい、おお、大久しぶり、大久しぶり、エコヒーキ、はい、すいません、もう素晴らしかったんですよ。エコヒーキも入ってますけど、素晴らしかったんです。おお、やったじゃん、大久しぶり、ナイス。はい、さすがリーダー、
お二人とも素晴らしい構図ですね。おめでとうございます。今回出水先生が撮影した写真部のオフショットは EOS M100 インスタアカウントライフイズカメラで不定期更新中。ぜひフォローしてチェックしてみてくださいね。そして今回写真部が撮影した写真は APEX 写真部インスタアカウントで随時公開していきますので、こちらもチェックしてみてくださいね。さらにですね、動画をご覧の皆さんもですね、出水いいねが欲しいという声が多いらしいんです。そうなんですよ、はい、だから本日12月7日からですね、画像投稿キャンペーンというのをやりまして、写真部と一緒に出水いいねをもらおう開催したいと思います。いいね、やばい。APEX 写真部×キャノンクリスマス画像投稿キャンペーン、みんなで出水いいねを目指そうを開催。参加方法は EOS M100 インスタアカウントライフイズカメラをフォローしてハッシュタグ APEX 写真部キャノンクリスマスと希望のプレゼントをつけて写真を投稿。詳しくは APEX 写真部のインスタアカウントで確認してみてくださいね。みんな頑張って出水いいねゲットしちゃうよ。俺まだもらってないから競争だぜ。競争だぜ。競争だぜ。校長もぜひ投稿してください。はい、出水いいねマジ半端ない。出水いいねマジ半端ない。ということで、はい、また次回の写真部をお楽しみに。さようなら。次回の写真部は引き続き読売ランドで活動。校長も参加して行われる出水いいね争奪バトル、果たして校長の腕前はいかに。わあ、これすごいっす。はい、もうめっちゃすごいっすね。次回もお楽しみに。